はいいよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第85弾やっていきましょう。で、問題7もありますので、まず一回ね、動画止めていただいて、時間計りながら、ぜひね、チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が1番から順番に解説していきますので、ぜひね、必要なところだけ見てもらえたらと思います。 で、先にね、今回ちょっと謝らなきゃいけないことがあって、普段授業動画というかこういうシリーズのものはですね、編集が入らないんです。カット編集を入れないようにするのがこだわりでやってたんですが、えー、今回一箇所だけ画面切り替わります。で、どこかっていうと、この7番。 7番ね。このタイプの問題、最近の趣旨でも出したんですが、やっぱり苦手な方がすごい多いんですね。この7番のタイプの問題。で、今回は、自分がそのね、みんなと同じ試験を受けてる状態、椅子に座って問題を解いているときに、どういうふうに考えてやってるのかっていうのを見せたいなと思うので、最後の7番だけ画面が一回切り替わりますが、そこだけお許しください。では、早速やっていきましょう。で、画面下げますね。お待ちください。よっ。はっ。お、なかなかいい感じ。 よっしゃ行いきましょう。で今回はね問題数少ないんですけどちょっとね全体的に難易度が高い高いというかねあの引っかかりやすいなんかうっかりミスで多分ミスする方が出てきやすいんじゃないかなっていう問題ね。でまあ1番はこうねそつなくいきましょう2引くイナ3-8という状態でこれはッコの中身を先にね計算するのがルールなのでここ3-8ここマイナス5ですよね。 つまりこの式は2 5とこうなりますでマイナスマイナスってなった時はプラスに変えてここの符号も巻き込んで変えるから 2+5 と一緒になるのでえ答えとしては7で OK と。で次ねまあもう俺が本当にあの実際ねみんなと同じ試験を受けてこれが出てきたら絶対三周はする試験本番でってぐらいに私分数のミスケアレス,スミスがねすごく多いタイプなので。 気をつけるんでですがじゃあまず、えっと、下でいっかこのね同じく括弧の中身こっから計算していきましょうでこれは分母がね3と4で違うのでえ12で通分していきますちょっとつけませんかねえ12分のこっちは4でこっちは12分のにすると上と下に、ね、3をかける必要があるので9になりますで割る6分の5とでこの中身が。 えー、マイナス12分の5になります。これ括弧の中身ね。マイナス12分の5。で、割る分数は掛け算に変えて、この子、後ろにいる子を逆数。つまり分母と分子入れ替えたやつね。上と下をひっくり返したやつに変えればよいと。で、これ、あとは約分ね。5と5消えるし、12と6は2と1になるしと、となるので、答えとしてはマイナス2分の1で、これで終了です。 で、ちなみになんですけど、私よくね、解くとき、まあ、あと試験の中で2週3週してね、なんて話をするんですが、これ、もう1パターンの解き方あるんですよ。あ、たぶん普段はやらないんですけど、やらないんですけど、もう1個解き方があって、何かっていうと、割る6分の5を3分の1と4分の3、まあマイナス4分の3に配る。分配法則するっていう。つまり、3分の1割る6分の5。これを先左側に配ります。引く、 4分の3割る6分の5って。これ OK ですよね。だってカッコの外に割り算があって分配法則してるだけなので。で、これでもやっても同じ答え出てきます。できる。でもまあ、普段やらないじゃん。で、なんでこの説明したかっていうと、私もし試験本番の時に2周目確認するとき、まあ時間にもよるけど、多分こっちでやります。基本的に、えっ、ー、と、解き方が A ルート、 B ルートを2個思いついたときは、まあ、1回目は楽な方でやるよ。多分こっちでやる。ね。で、2回目は同じルート通りません。違うルートで必ずチェックするってね、俺の中のルールなんです。これが。だって同じルートでやっちゃうとさ、やっぱ同じ計算のその思考を辿ってしまうパターンが多いので、まあ、全部が全部ね、それできるわけじゃないんだけど、解き方のやり方が2パターンとか、ね、3パターン思いつくときは、あえて2回目は違うルートに行って、同じ答えに辿り着いたらさ、多分それは正解だよね。 まあ絶対じゃなないけど正解率は高くなるだから今回ねあと意図的にまあこれ紹介しましたけどみんながもし入試本番とか、まあ、テスト本番の時に2週目3週目やる時違うねその計算ルートというか答えを導くルートが見つかるんだったらそっちでやってみてください。いいかなケアレスミスを発見する確率は上がると思ってる個人的にもね。では次いきましょう、まあ、全体一気にやりたいとこなんですがまずね指数2乗がいるのでこの子から先に処理します。 この子ね、でこれは括弧の外に2がついてるってことで括弧丸ごと2個分かけてねという意味ですこれねこういう意味ってことは− 4 ×ス4なんでこれはプラスになって 16x2 乗ですじゃあそれがねちゃんと指数が処理できたので全体を一気にやっていきましょうまあ1個ずつやってもいいんだけどね俺の全体で一気にやるのが好きなので長い分数書いていきます で最初にやるのは上に乗ると 16x2 乗割り算の後ろが下に来ると掛け算の後ろは上に来るこうねであとはもう約分祭りでございます x 1個と x 1個消しましょう y 1個と y 1個約分するから2消せばいいよね11個残るからさで数字も12と9いこうか3で約分すると3と4になる で4と16がいけるので1になってこっちが4になります分母全部1になったねまあ、綺麗に消えました上に残ったのは4と x2 乗と3と y 結構多分このパターンでごちゃごちゃしやすいんで残ったものに丸つけるといいです1個でも見落としちゃったらバツになっちゃうからねでは残ったものをくっつけると 4×312x の2乗と y と これでで終了でございますいいかな入ってるね。オッケー。じゃあ4番ルートの計算いきましょう。まずルート18から。18は 9×2 です。9×2。9が3の2乗です。つまり2乗のアイテムを使えば外に出てくる。だからルート18は3ルート2と形を変えることができます。でこっち。ルート2分の10 え分母下にねルートがいたらあ有利化しなきゃなって思ってください分数の棒を伸ばして上と下にそのルートにそのまま同じものをねかけてあげるとそうするとルートは同じものをかけるとルートが外れますつまり2になるここは2分の上は10ルート2で分えっとごめんなさいルートの外の世界と外の世界が約分できるので5つまりこれ5ルート2ねこいつ からマイナスえ 5√2 となってルートの中身が揃ったんで3-5ができますと、つまりマイナス 2√2 でこれで OK で5番ですね。なんかごちゃごちゃとしております。これはもうえっと2乗が出てくるのも分かってるし、右辺にね。まも、あのがあるので、この子も全部左側に持ってきます。ただ、最初にこの括弧を展開しなきゃいけないで、公式が使えないので全部掛け あの無敵の技ね全部かけていきます、x、と 3x まずそっかいこうかつまり 3x2 乗ねじゃあ x とえプラス2プラス 2x マイナス4と 3x マイナス 12x で最後マイナス4とプラス2でマイナス8ですでこの子らも全部左辺に持ってきたいので符号を変わってプラス 8x プラス5イコール0忘れずにね 右側何もなくなりましたんで0残してあげてくださいで左辺まとめていくと 3x をプラス、えー、10x じゃなかったマイナス12がいたマイナス 2x かなそマイナス 2x、えー、マイナス3イコール0とこうなりましたでこの子解きなさいと言われててまあ x 乗のどこの係数がね1じゃないもの 2とか3とかくっついちゃってたらまあ解の公式で倒しましょうね解の公式じゃあ解の公式いきますじゃあ今回は書かずにいきますねイイコーールル分ののプラスマイナスマナト B の2乗とリズムで覚えちゃいましょうで 2a 分のだから 2×3 で6分の -b だからこの子にマイナスつけて 2+ プラスマイナスルート b2 乗 だから、マイナス 2×2 の、あと、マイナス2かけるマイナス2だから、4になりますと。B の2乗を、マイナス 4AC だから、マイナス4かける3かけるマイナス3ね。そうすると、プラス36。つまり、この中身、40になります。で、気をつけなきゃいけないのが、ルートは絶対中身チェックが必要。中身チェックね。そうすると、ルート40って、4かける1 0なんですよね。分解すると。で、4.2の2乗でしょ。 だからこいつが2乗のアイテムを使って外に出てきます。出てくるから6分の2プラスマイナス2ルート10と。で、ここが注意でこのまま終わるところバツ食らいます。バツ食らなぜかっていうと全部がけが使えるから。ちなみにこの、えっと、全部がけっていう言葉も俺が言ってるだけだから学校とか塾で言っちゃダメだよ。何それってなっちゃうからね。これ何かっていうと、ほにゃらら分のほにゃらら足す、ほにゃららみたいな。 こうなってるときに、3箇所全部に一気に約分できる。あの、全部だけじゃない。全部約分だね。全部約分ができるときは、全部こうやって一気に約分しなきゃいけないんです。こうやって。例えば、ここと、ここだけ約分でできないからね。この6と2、ここだけ約分できないよ。できない。でも、ここと、ここと、ここを同時約分できるときはしなきゃいけないんです。同時約分。言葉間違ちしった。同時約分だね。いつも言ってるやつは。全部書くとまだ知った。 だ全部2で約分すると、3分の1、えっと、プラスマイナス1ルート10だから、ルート10になります。で、これで終了。ここまで書いて丸ね。ってなりますんで、お気をつけください。で、ちょっと動画長くなってしまうんですけど、ここ余談で1個説明します。のでとね、書くスペースないから消しちゃうんだけど、実は解の公式にはもう一つあってですね、 一応、えー、書いておこうかな。x イコール 2a 分のじゃなくて a 分のになります。a 分のマイナス b ダッシュプラスマイナス b ダッシュの二乗マイナス ac っていうね。あのこのダッシュがしたなっちゃった。結構進学塾とか行ってる方は教わってるパターンもあると思います。学校の先生はね、これは多分触れないと思うんですけど。 これねでこれ何かっていうと B' がちょっと特徴的じゃないですかこれ B のところが偶数の時つまり半分にでできる時に使う技なんです今これ2じゃないですかだから B2 で計算してったでしょでも B' っていうのはそれの半分なんでマイナスで考えていきますそれができる時 B が偶数で半分にできる時これが使えるんです解の公式のもうワンパターン ちょっとやってみましょう。2A 分のじゃないから A 分のね。3から始めて、3分のマイナス B ダッシュだから、ま、これに B ダッシュ、あ、マイナスつけるから、1になりますと。で、プラスマイナスルート、B ダッシュの2乗。これの2乗だから1になる。1、マイナス AC だから、マイナスかける AC。3かけるマイナス3だから、プラス9だよね。つまり1たす9だから10になる。ほら。なるでしょう、答え。 なので、あのー、ここがもしね、偶数になってて、そこまで余裕がある方は、これを覚えておくと楽です。最後の同時約分をする、ま、スした後の答えが一発で出てくるんでね。ってなりますが、これは強制じゃないので、よかったらにしておきます。まあ、残しとこうかな。これはね。いいかな。では、え6番いきましょう。で、ここは、えっ、ー、と、 あれね、えっと、三平方の定理が習ってない方はちょっとそっちを概要欄に貼っておきますのでそこもね、ちょ、っとチェックしてみてください。それがちょっとやってないとわからない。この問題はね。で、分かってるこの情報は、AB が6。ここが6ですね。で、えっ、ー、と、BE か。ここが4。で、ここが90度で、ここが30度だけが分かっておりますと。それのえ体積を求めたい。で、体積なので、これは三角柱ですよね。柱。三角柱、だから、 底面積かける高さで求められますほにゃらら中はね。底面積はここ。まあ、上でもいいんだけどね。下の話で。この三角形の部分の面積が欲しいんです。つまり、この子ね。で、この子の面積を出すためには、ちょっと出しますね、外に。え、ABC と。三角形は底面かけす底辺かける高さですよね。だから、ここの長さとここの長さが欲しいんですよ。でも書いてないんですよ。ここを6しか書いてないから。 じゃあどうするかっていうと、これ、30度、90度、60度の、えっ、ー、と、三角定規のやつですね。三平方の定理が使えるやつです。辺の長さが、一番右た右と <laughs> 短いのが1ね。で、斜辺の斜めが2。で、残ったここはルート3です。つまり、1対2対ルート3が使えるやつです。いいかな。で、もちろん比例式書いてもいいんですけど、これ、 ここが2って分かってるから、1対2ってさ、半分ってことね。1対、比が1対2だから。だから、6の半分だから、AC が3はすぐ分かります。これ。で、ここも実はすぐ分かって、ここが3って分かってたら、√3 っていうのは、1の √3 倍。つまり、3に √3 をかけた3、3√3 っていうのはすぐ分かります。本当はね。でも、ちょっとここだけ計算しようか。BCX って置いて、 えっとこれじゃ分かってない状態ですよねもう一回こうなってるここは x って置きます分かんないからこことここを使いたかったら1対ルート3になるから1対ルート3イコールこれね1対ルート3イコール3対ホニャララ3対 x だよねこうやって比例式を立てます一回1対ルート3イコール3対 x 順番気をつけてねね比例式っていうのはなかなか外外もしくは外外なかなかです ま、外外先やろうか。外と外掛け算すると、x、イコール、中と中、中、中と中掛け算するから3、3ルート3って分かるので、まあ、自分で x って置いた bc が改めてルート、3ルート3になりますと、が分かるよっていうね。で、こうすればこの三角形の面積求められますよね。えっ、ー、と、底辺が3ルート3だから、底辺かける高さ。で、三角形だからね、忘れず、かける2分の1しましょう。これが底面積。 で、かける高さ。高さってあるね。この全体の高さよ。は、ここにも4って書いてあるから。かける、4すると、ここ約分すれば2になるから、18か。18、ルート、3。単位書いてあったよね、ね確かね。あ、体積か。立方センチメートル。単位あったよね。あったあった。っていう感じで、ございます。 はいでラスト、まあ、冒頭にも話しましたがちょっと解説はね別カメラにしますのでお待ちください答えだけ先行きましょうえ今回の答えは A でございます A いいかなじゃあまあね丸つけで終了の方はここまでで OK でございますこの後の解説ねちょっとお付き合いいただく方はちょっとカメラ切り替えますのでお待ちくださいそれではこちらの画角で失礼しますじゃあまずね A から鑑ン,ンしていきましょうで今回の問題は平面 P と異なる2直線 LM 直線2本ですね で、平面が一つしかないときはラッキーでもうここの机の上、こっちかが平面にしちゃえばいいのでここを平面 P だと思って考えていきます。この子たちは直線だと思ってください。で、A は直線 L と M がそれぞれ平面 P と交わるです。つまり刺さってればいい。交わってるからね。刺さってる。の時に直線 L と M は交わるとあります。で、この選択問題の時に大事なのが絶対にっていう言葉。絶対に。これキーワードで覚えておいてください。つまり後半。 交わるならば直線 L と直線 M は絶対に交わるっていうことが言えますかって聞かれてるので今これがねえっと交わるってことは刺さってればいいでしょで例えばさこういう風にね交わってこいつも交わってるしこの子も交わってたらおこの子たち交わっとりやんってなるじゃんちょっと離れたとしてもさ交わってる交わってるで直線だからこれ伸びていくからさ机の下貫通していけばいつか交わるよね 交わる交わる OK って言いたくなるんですけど絶対になのよつまり交わらない時ってないんかなって考えるのが一番やりやすいですあるんですあはどういう時かっていうと、まあ、垂直にねまっすぐガシャッと交わってる垂直にガシャッと交わってるこの2本垂直同士なんで平行になってますだからどんなに直線この子たち伸ばしても交わることはありませんだから 絶対にとは言えないですよねじゃあはダメよっていう話交わる時はあるんだよあるんだけど絶対にじゃないからダメこんな感じで考えていきますでい、e、は L と M がそれぞれこの平面と平行です平行ちょっと斜めにとってるからね見えにくいと思うんだけどまあこ,うこの平面と同じこういうどこまで行っても交わらないところでこうやって直線がありますこう斜めだとさ伸びた時にいつかバーンってぶつかっちゃうんだけどそうじゃないよっていう で、それぞれが平行になっている時、この子たち、ね、このペン2つ、直線 L は平行ですか同じように、絶対に平行ですかってこと。で、確かに、こうやってね、平行にこう浮かせますと。この子もこういう感じで浮かせます。平行なるやーんって、ね、なるやーんってなるんだけど、これも絶対にだから、ちょっと斜めにしちゃえばいいんじゃないこうやって。そしたら、ぶつかりますけど、 この子も平行だしこの子に平行にセットしましたけどぶつかる時ありますわこれありますよねってつまり絶対に平行とは言えないでしょってだから「イもダメなのね。で「う」はちょっと変わって平面 P こいつねと交わる直線 L この子が交わるんだってねまあ、こうっすぐでもいいし斜めでも交わるわけよその時に平面 P 上にあるこっちね直線 M は P 上にあるでこの P 上にあるっていうのはその直線平面の上にあるってことなので机に載せてる状態こっちがいいねペンを載せてるのこれが直線上あんまと平面上にあるねで時に、えっと、この L と M が垂直だったら、えっと、見えない <laughs> 平面 P と L は垂直であるとつまりこいつとこのペン同士が垂直になっとったらこの子って絶対垂直になりますよねこの平面とって話なりそうじゃない確かに。 だってこうやってさこの平面上にあるからこうやってやれば垂直に設定したらああこの子も垂直じゃんみたいななんだけど絶対にじゃないんだよねどういう時かっていうと別に直線同士の垂直ってこうじゃなくても別にこうなっても垂直だよねあの三角柱とか作る時あちょっ違う四角柱とか作る時の感じい四角錐かこうできるじゃんかつまりこうじゃなくても見えるかなこうなってもさ別にここの角度ってちょっとごめんね90度なのよ90度わかる で話すじゃんこの子垂直じゃないよねこの平面と。だから別にこうねなる時もあるんだけどまた同じ絶対には満たしてないよってこうやってやったらこの子たちねこれは垂直なんだけど外したら垂直じゃなくなりますよっていう平面とは。だからうも違うわけだからえなんだよねまあ消去法でいくとさでも一応説明させてでまた同じ、えっと、この子と,、えっと直線 L が平面ごめんなさい、えっと、交わってる時また刺さってる時ね。 で、平面 P 上にあるこっち、直線 M と、この子が交わらないんだったら、直線 L と直線 M、この2本の直線ね、は、ねじれの位置になると。懐かしいね、ねじれの位置。みんな得意かいでねじれの位置っていうのは、ざっくり言うと、この子とこの子を伸ばしたときに、ずっと交わらない関係です。交わらない関係。だから、今ね、この2つが交わらないときに、絶対このね、直線、直線同士は、交わりませんかって聞かれてる。これ、交わらないんですよ。この この子直線 L とこのね平面上にある M が交わらない関係まあこうね分かんないけどおいた時にそうなったら絶対伸ばしても交わる時できないんですよできないどう考えても。だから絶対にが言えるわけで考えていくとこれは A になりますと。 いいかなちょっとね、手元の説明になっちゃって、逆に分かりにくかった方もいるかもしれないんですが、もしね、みんなが受験の時とか、まあ、もしの時にこういった問題が出てきたら、平面1個だったらほんとこれでやって。で、もう1個平面が出てきた時は、なんか平面同士が平行とかあるじゃん。こいつと自分の手をやればいい。まあ紙とかでもいいよ。その時のテストのプリントね。この子とか使って、こうやって、これを平面と思えば、これとこう浮かせれば平行になるから。そう考えてもいいよね。平,と平面同士が垂直なる。こう垂直にパンってやってもいいわけだし。いいし、手でもいい。 だからでペンはあと直線の方はこっちでできるからさその辺でこうやって手元で考えていくと結構ね考えやすくなるあとは「絶対に」というキーワードが大事になりますのでぜひねこんな感じでやってみてくださいそれじゃあこのままえっと終了したいと思います今回は高校受験対策の主シ,シリーズ第85弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございましたみんな頑張ってバイ